はい、皆さんこんにちは、山木雄です。明けましておめでとうございます。本年よろしくお願いします。2021年になりましたね。昨年は新型コロナいろいろあって、映画界も、非常に大変な1年でした。僕の方は幸いというか、映画の仕事はほとんどなくて、ゲームの、仕事が多かったので、基本的にテレワークで全部処理できていたので、収入面では特に、そうですね、減ったこともなく、他の皆さんに比べると、幸せな1年だったかなと思いましたが、やっぱりね、あちこち出かけるのが難しいというか、実家も田舎にありますしね、妻の実家も田舎にあるんで、そっちの方に行けなくなったりっていうのが、あって、そういう面では不便でしたね。2021年は少しはね、笑顔が出るような年になるといいんですけど、皆さんはどういう新年過ごされましたでしょうか。はい、僕は全く仕事せず過ごしましたね。結構12月忙しかったんで、疲れ取るような、そういう意味も含めて全く仕事せずに、ちゃんと休息をしました。はい、なので、一応1月、5日から仕事始めして、たまりにたまった仕事がね、本当に年越してあったので、今じゃんじゃんやってるところです。はい、お知らせ1個あります。1月14日からですね、韓国の方で、僕らが監督した劇場版ファイナルファンタジー14光のお父さんという映画が公開になります。ロッテシネマというところでね、50巻から100巻規模っていうふうに聞いたので、結構普通に、大規模な公開になりそうです。韓国にお住まいの方とか、情報を持ってる方、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ今日も行ってみましょう。世田谷動画部始まります。はい、というわけで世田谷動画部、今回も始めていきたいと思うんですけども、今日はですね、脚本の話をしようかなと思います。脚本っていうとね、脚本家の方はもちろんよく知ってると思いますけど、脚本って一体何なのっていうのって、具体的に皆さん分かります？はい、シナリオっていうふうにもね言ったりしますけど、脚本っていうのがよく見たりするけど、実際具体的に何するのかよく分かんないとか、どういうのがいい脚本でどういうのが悪い脚本なのかっていうのもよく分からないですよね。なのでちょっとそれを、僕なりにですけど解説していきたいなっていうふうに思うんですけど、脚本で、まずはこれが絶対なければいけないっていうことがあります。それは何かっていうと、人間を描くことっていうことなんですよね。これはもう映画とかドラマやってる人はもう口すっぽく何度も何度も言われてると思いますけど、もう本当に映画ドラマの脚本っていうのは、もう本当これが全てと言ってもいいぐらいですけど、人間を描くっていうのが本当に基本的な、原点と言いますかね、大事なことになってます。問題はこの人間を描くっていうワードがちょっと抽象的すぎて、いまいちこう何て言うんですか、理解されないというか、具体的にじゃあどういうことっていうふうに疑問をね抱きやすいワードになっちゃってるっていうのが、ちょっと問題なんですけど、人間を描くってどういうことだと思います？これはもう映画側の学校とかね、そういう脚本塾みたいなとこ行ったら必ず出てくる話だろうなと思うんですけど、これね、やってったらだんだん分かってくるところではあるんですけど、その人間を描くっていうのって、もうちょっと具体的にその解説をすると、葛藤を描くっていうことなんですよね。葛藤っていうのは皆さん分かりますよね。例えば、好きなものが2つあって、どっち食べようかな、これも葛藤ですよね。で、別の話で言うと、目の前から嫌いなやつが2人来てて、でどっちかと話さなきゃいけないみたいな状況で、どっちと話そうかな、どっちも嫌いだけど、これも葛藤ですよね。もうちょっと具体的な例を言うと、例えば女の子が夜の道を一人で歩いているときに、後ろから誰かついてくる足音がすると、で 目の前の方は真っ暗で何があるかわからない、後ろに行くべきか前に行くべきかとか、なんかそういう
の葛藤分かりますかね。なんか要するになんか壁にぶち当たって、その時に人間が、登場人物がどういう選択をするかっていう、そういうシーンをどん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 描いていくっていうのが人間を描くっていうことなんですよね。なんでこの葛藤を描くことが人間を描くことにつながるかって言えば、やっぱりもう人間らしさとか、その人らしさとか人間性、まあキャラ性っていうふうにも言ったりもしますけど、人間性っていうものは選択によって見えてくるんですよ。まあよく勘違いされるのが、セリフでうまく言うことでしょっていうふうに思われる方も多いんですけど、セリフじゃないんですよね。極論セリフがなくても成立するようなものじゃないといけないです。例えば日本語のお芝居を外国の方が見て、その葛藤選択を理解できるかどうかっていうのって、これ普遍性のある葛藤なんです。だから人間が描けてるっていうことになるんですよ。例えば家族ものですよね。お父さんが今にも死にそうですと、その時あなたはどうしますかっていうのって、これ世界共通じゃないですか。まあ母親のために何かしてあげなきゃいけないとか、幼い弟幼い妹のために何かこうお金を稼がなきゃいけない主人公で、目の前にある仕事が犯罪的な行為だけど、その人はどうするかっていうのって、その選択が人間らしさを描くことになるんですよね。そこで例えば幼い弟が病気でお金を稼がなきゃいけない、で自分ができる仕事っていうのはちょっとアンダーグラウンドな組織の犯罪行為しかないと、そういう状況でも幼い弟を助けるためにその仕事をするかしないかっていう物語がありますよね。あるとするじゃないですか。その時にその主人公がやってやんぜと、弟のために俺はこの仕事をやってのし上がってやるんだっていう、これもキャラじゃないですか。そういう人間性見えますよね。いいか悪いか別ですよ。いいか悪いか別として、そういう主人公っていうのが見えてくると。逆にいや犯罪をやってまでお金稼いでも弟は喜ばない、俺は真っ当に生きるんだっていう選択もありますよね。はい。でそうじゃなくて、もっと全然別のやり方でその弟の命も救い、仕事もうまくやりっていうこともありえますよね。はい。その葛藤をどう乗り越えていくかっていうのが人間を描くっていうことで、それを今までにない発想とかアイデアとかやり方、手法、まあスキルでも何でも、まあそういいんですけど、その日本の社会とか世界の情勢とかそういうものも絡めつつ、なるべく共感されるようなやり方、今まで見たことなかったような選択、そういうものがポンと出てくると、今までになかった人物像っていうものが生まれて、素晴らしい脚本っていうふうに評価されるわけですよ。なので脚本を書く、脚本のいい脚本か悪い脚本かっていうのを見極める一つの要素としては、まずそのきっちりと葛藤っていうものをドラマの中に盛り込んでいるかっていうことと、その葛藤をどういうふうにキャラクターたちが乗り越えていくのか、主人公が立ち向かうのか、その方法が斬新なのか面白いのか、そういうところが一つですよね。はい。まあそれをセリフでカバーしちゃっているようなものは、やっぱりこうちょっとこう説明が多すぎるものになったりとか、まあちょっとこうテンポが悪いというかね、そこまで説明しなくても分かるよみたいなものって結構多いと思うんですけど、その今どういう状況に自分が葛藤に置かれてて、どういうふうに解決しなきゃいけないっていう、まあよくモノログで解説したりするものってあると思いますけど、まあそれはそれで一つの手法ではあるんですよ。それが見事ハマって、そういうモノローグをいちいちやるようなキャラクター性っていうのを描く方法ももちろんあります。それはある種変化球ではあるけど、そういうやり方ももちろんあって、それが面白ければ素晴らしいってなるし、だるければなんじゃこりゃというふうになるということです。なのでまあいい脚本か悪い脚本か、まあ自分が脚本をもし書いていくときに考えてほしいのは、登場人物がどういう葛藤にぶち当たるのか、どういう壁にぶち当たるのか、
でその葛藤をどういうふうに乗り越えるのかっていうところが腕の見せ所だと思ってください。はい、今日は脚本の話でとても基本的だけども忘れがちなこと、葛藤、人間を描くことっていう話をしました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。